はい、皆さんこんにちは、トモガチモです。今回もね、アンティルドーンやっていきましょう。まあ、前回のね、終わりはジョシュとクリスが別れた、そこで終わりましたよね。で、こっからデオドラントをね、まあ、スプレーを探しに行くということで。なんだこれは。あ、トーテム。燃える、悲劇のトーテム燃える。あのか、今の感じフードをかぶったクリスじゃないよね。やめて、そういう物音。あ、なんかある。見てみよう、新聞の切れ端。ほう、これは何かな。元管理人、放火罪で提訴、飽きそう。映画化一家に復讐を誓う。16年の懲役。なるほどね。法の力を信じている。当局に彼女と彼女の家族の身の安全を委ねていると。なんでこの記事をわざわざ撮っているのか気になるよね。これはその放火魔が、放火魔ではないけど、放火の罪問われてるやつがここ使ってたんじゃない？あ、いいね。あ、家族写真。みんな写ってるよこれ。ハンナとベスカ、ジョシュ、お父さんお母さん。え？今のなんだ？行ってみるしかない。綺麗な絵だな。湖か。あ、扉。開くかい？みんないる。ちょっとクリス、何なのよ。え、なんでわかったんだよ。もういいから早く鍵を開けてよ。了解。開けろ。開かないのか。やっぱスプレーが必要なんだね、凍ってるから。鍵が凍っちゃって。え、誰かいる？電気つけれない？こっちはなんかないかな。大きなソファー、いいね、この L 字型の。なんもないな。こっちは食卓か。あ、手がかり、電話。新しいメッセージが一件です。はい。どうも、ワシントンさん、帝都巡査部長です。悪い知らせで申し訳ない。いろいろ調べてみましたが、我々にできることはもう、彼は自由の身です。
法的にも彼の行動を制限することはできない。もし詳細をお聞きされたい場合は私にお電話をください。でも接近禁止令みたいなのね、そうか、できるよね。何個か手がかりあるな。この扉開ける前にちょっと見たいね。あ、カラー写真だ。なんか無駄にリアルで気持ち悪いな。いざダンスパーティーへ。アンナ、サム、マイク、エミリー。マイクとエミリー。開かない。あ、階段か。この奥も見てみたいね。お、下、下、下もあるけど、ここら辺をまず探索して、何もないか。怖い。不気味だな。あ、兄弟や。女子と妹たち、アンナ、ベス。いい感じだよ。仲いい兄弟だね。扉という扉が開かないね。ここは開かない。ということは上かな。開かなかったから。ね、この足音が嫌やな。床がきしむ音が。さあ、上の階へ。窓が開いてる。これか。キシモートの一つは閉めないの。ここは例の場所や。このお面、お面っていうか顔のね、銅像。ここ、ここかな。なんか怖そう。うん、あ、バスタブここにあるのか。怖い。あった。うわぁ、なんなんだよもう。やめてくれよ。心臓が飛び出しそうになった今。ふぅ、寒くて凍っちゃいそう。お、いけてる？あ、OK？ どうも、ありがとう。今週もよろしく。うわぁ、くっ、なんだよ。くそ。
そう脅かしやがって。どっから入ったんだ。今の何？大丈夫？多分クマかトラって感じかな。うわ、ちっちゃな赤ちゃんイタチじゃない。赤ちゃん平気だよ、お前も大人になれる。あの2階のあれか、窓から入ってたのかな。あ、マットの足が重たい。暖かい我が家だぜ。これのどこが暖かいって言うんだよ。ああ、ほんと中に入れてよかった。寒いけど外よりはマシ。火を起こしてくるよ。全然変わってないな。誰も来てないしな。警察が出入りしてたでしょ。さ、最近は落ち着いたんだよね。ああ。よー、みんな元気か。やっほー。よー。まあ、くつろいでくれよ。ああ、そうする。ああ、入れよ。荷物置いて、好き勝手やりな。ああ、やばいぞ。どうせ言われなくてもやり放題だろ。おい、いきなりなんだよ。エミリーに近づくな。エミリーといるところを見たんだ。いやー、どうだろうな。今ね、向こうの人たちは結構ね、もう言うからね。挑戦警告。挑戦してみよう。さっきエミリーと何してたんだよ。は？お前らを見た。望遠鏡でな。さっき偶然会ったんだよ。久しぶりだったからハグをしただけ。法律違反？気をつけろよ、マイク。不審な気持ちをぶつけよう。ああ、そうか。ハグだけね。まあいい、好きに言ってろ。どうでもいい。気をつけろよ、マイク。元彼と元カノだからね、疑ってもおかしくはない。でも過剰に疑う必要性もないし。もう信じらんない。気持ち悪いんだけど。まさか顔ごと飲み込むつもり？エミリー、私が来たからって見え見えすぎるんだけど。あんたのものに興味ある人なんかいないわよ。あれね、今なんか言った？ああ、残念。色仕掛けに夢中で聞こえなかった？自分が振られたからって超感じ悪い。ああ、大勢の中の一人になれたってことね。おめでとう、よかったね。ハイスクールクイーンに何言っても無駄よ。なんだろうな、これなだめた方がいいね、これはね。エミリー、寄せ。あんたは黙ってて。間抜け男は引っ込んでな。ちょっとあんた。ああ、マットをいじめていいのは自分だけ？あんただけのおもちゃってこと？あんたほんと最低。あっそ、あんたが何考えようとどうでもいい。少なくとも私は学年トップ。あんたはせいぜい体でも張って仕事探せば。私には美貌っていう味方がついてるから成績なんて関係ないし。やめてよ。そんなお尻じゃ腐ったパンも買えないんじゃないの？本気で言ってる？それで侮辱してるつもり？あの女ラリっちゃってるんじゃない？いい加減に黙れ、ジェス。いや、なだめよ。エミリー、やめろ。あ、もういい感じの。こんな意味のない喧嘩。そうよ、エミリー。元彼のことで、なんで私に喧嘩売ってくるわけ？やめろ。俺たち、喧嘩するために来たわけじゃないだろう。こんなはずじゃ。な、10分も仲良くできないようなら、一旦頭を冷やした方がいいかもな。マイク、俺が前に話した例のコテージを見てこいよ。ああ、分かった。なあ、行くか。あの女がいないならどこでも。その道を上がったところだ。やれやれだな。本当だよね。じゃあジョシュ、火でもつけるか。あれ、バッグは？え、バッグよ。ほら、ピンクの柄の小さなバッグ、ロデオで買ったやつ。マット、ね、聞いてる？やだ、ちょっと覚えてないの？私がヒール買った靴屋さんの隣にあった店よ。あなたレジの子に見とれて棚を倒しちゃったでしょ。あれは、あの子がスタちゃんのことを聞いてくるもんだから。彼女はあなたのダッサいジャケットに見とれてたってわけね。俺のジャケット嫌いなの？マット、私のバッグ。おい、エミリー、どうせ家に置いてきたんだろ。エミリー、結構私のバッグを忘れると思う？いや、どうなの？物言いが強いな。あ、いや、
あなたがケーブルカーの駅に置いてきたのよ。行こうよね、すぐだから。そう言われたら僕やったら嫌だね。温めてあげるわ。よし、分かった、行こう。私はお風呂入ってくる。早っ。水道管凍ってないか。ああ、追放か。やり放題じゃん。望むところだ。寒い。このコテージってどんだけ遠いとこにあるわけ。そのコテージだけど、見たことがないくらいロマンチックで超居心地のいいところって話だぜ。本当にたどり着ければね。運が向いてきた気がするんだよな。うまくいったら私がご褒美あげちゃおうかな。役者さん方、お届け物です。役者？観客になるぜ。あ、最低。さっきは追い出しちゃって悪かったな。気にすんな、お前ら二人ならいろいろ楽しめそうだしね。うんうん、あんたはあいつら庶民と。ああお、忘れてた、足元が見えるように発電機を動かしとけよ。かなり暗いからな。ああ、わかった。ジョッシュいいやつだな。私に気があるんじゃない？そう？せっかくだから誘う？え、いいの？はあ、ダメだ。自分、あ、ここら辺見たいね、ちょっと。なんもないか。自分で言っといて本気にされてえってなるパターンのやつ。冗談で言ったのに。何かないか。あ、光ってる。ねえマイク、写真撮る？いいじゃん、撮ろうぜ。よし、カップルだね。マイク、お前も映してやろうか。さっきから驚かすかな。まあでも許してやろう。はい、チーズ。見てよこれ完璧、私たち最高にキュート。いいじゃん、モデルになれば。カメラマンやってくれれば応募用の写真撮らせてあげちゃうかも。ほら、コーテージでね。やった、了解。あ、ちょっと寒すぎるんだけど。そんな時は俺に任せて。何を任せるわけ。ああ、いくつかアイディアがあるんだ。どんなアイディアだ。ずいぶんほったらかしにされてたんだな。ワシントンって。もったいない。事件のね。私たちの間に割り込もうだなんて思ってるなら、エミリーって本当バカだよね。まだ言うか、ジェス。私たちについてきてクマに食べられちゃったらラッキーって感じ。これはやっぱ同調してあげないとね。同意しとこうか。いやでも本当やったらもうなだめたいけどね。へえ、そうなの。すんごいジェラシーだ。いい君。本当だったらもうあそこはなだめてもう言うなよぐらいにしたいよな。うん、カラッカラに乾ききってるな。発電機があるって言ってなかったっけ。あ、発電機ね。もうさっきの当たるなよ。マイク、当たるなよ。発電機探しはどうしたの。当たるなよにしとけばよかったかな。あ、トーテム。ねえマイク、ちょっとと例のものを動かしに行ってきたらどう。例のものって？アシュリー？
殴られる。よし、さてと、どうだ、やるじゃん俺。よいしょよいしょ。えい、わお、まるで魔法ね。うっ、びっくり。はあ、ほんとこのゲーム寿命が縮むわ。ほいよ。でもさっきのトーテムに出てきたやつとは違うよね。トーテムに出てきたやつ、よし、お面かぶってたもんな。これでバッチリだ。ゴーグルの男とは違う。すごくいいでしょ。ああ、ほんとこれ最高ねえ。でしょ、すごくいい感じ。あ、スマホで BGM かけてんのか。いい音楽だね。興奮してる？そうは見えないけど。もちろん興奮してるさ。ちょっとした冒険だね。いろんな意味で。雪の投げ合いの時もこの音楽かかってなかった。あ、警察のだ。本当だ。黄色のね、このテープ。さあ、この先に何が待っているのか。うん。あ、今の聞こえた。確かに何か音が。え、進むのか。道が塞がれてちゃコテージにたどり着けないな。勘弁してよね。あの古臭い不気味なロッジに戻ってエミリーとホットチョコを飲むなんて。うわぁ、ジェス。くそ、おい、ジェシカ。うん、私は大丈夫か。大丈夫よ。もう、なんだよ、ビビったじゃねえか。私だって、怖かった。頭とか、打ってない。暗くてよく見えないけど、今のところちゃんと手足はくっついてる。オッケー。よかった、出られそう。ああ、どうかな。ここ暗すぎて何も見えないよ。慎重に降りる。降りるぞ。よし、そっち行くからじっとしろ。オッケー。うっ。ねえ、王子様、このカート一緒に動かしてくれる？そうだな。でもこの先に動かすの手伝ってくれ。コテージが本当にあるのか。よしよし、一緒にうめくとこ想像したけどこんなんじゃなかったね。大丈夫かい。お、なに。あ、おお、わわ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 わ、なんなの。あ、もうやだ。ねえ、大丈夫。ちょっとマイクとジェスを助けたいな。マイク嫌なやつだけど嫌なやつだけど助けたい。 なんかここ気味悪い。背筋がゾクゾクする。左はリラックスできるように優しくしてやろうか。コテージに着くまで取っといてよ。あ、上に行けそうだね。これ選択の一つだったりしてね、分かれ道。結構道があるな。
葉巻だ。葉巻？シガーラウンジには見えないけどね。新しい。誰が来たんだ？やっぱさっきのやつだ。ここに住んでんのか？すげえ。なんか歴史を感じるな。うん、なんかすごい。先住民が書いたのかな。炭鉱の人がこんな素敵なもの書くと。大丈夫？うん、危なかった。ここにいるのは危険そうだな。ねえ、早くここを出ようよ。さっきから危険の連続やな。下行ってないけど、このまま突き進んでみよう。まったく、危ないところだぜ。デンジャー、デンジャー。今どこなんだ？何もないか。なんでジェスは先に行くんだ？ジェシカ、後ろ行ってくれ。出れる。希望の光だ。オーケーオーケー。また転ぶぞ。前歩いてると。これなんだ。この先行ったらやばいのかな。キャビンって書いてある。着いたかな。でもこのまま着いてもね、帰り道ないよね。大丈夫なの？大統領並みに立派なもの想像しちゃってた。ベッドルーム見たら驚くぜ。へえ、まさかのビップ待遇なわけ。ああ、エアフォースワンにでも乗るか。はいはい、それは選挙のために取っといて。ねえ、望遠鏡来た。まずは森を見て、次に雲、そしてコテ。え、あ、うわ、どうした？コテージに誰かいる。コテージに誰かいるっていうところでね、今回は終わりたいと思います。次回お楽しみに。ガチオッツ。